多種多様な任務において近接戦闘が正規する場面を想定し、いかなる状況においても任務遂行ができることを目的とし、陸上自衛隊全隊員が格闘訓練を実施しています。本日はその格闘訓練の一部を紹介します。近接戦闘において最も重要なことは、敵を制圧する自信と能力が必要とされています。まずはじめに実施するのは、隊員が照準銃剣を装着し敵を制圧する動作を展示します。続きまして、破標訓練を実施します。破標訓練は打撃技で敵の顔面、腹部等に正確かつ迅速に打撃を与える訓練であります。都市による打撃、照準を使用した打撃技および蹴り技をそれぞれ展示します。続いて応用技術を展示します。これは複数のあらゆる武器を持った敵を対処する要領です。
上にいる隊員が実施者です。四方から来る敵の攻撃に対し冷静かつ迅速に敵の武器、動きを瞬時に判断し対処します。絶対行かれてない。